皆さんこんにちは。今回タイ人デザイナーが作る創作料理クイジーヌドガーデンバンコクに行ってきましたのでレポートしたいと思います。この店は2017年7月にバンコクのエカマイ高級エリアにオープンしました。創作料理として大変タイ人の間で人気のあるお店です。石造りのモダンなダークなインテリアで、ところどころに木々が顔を出し、暗い森の中にいるような雰囲気が演出されています。ガラス張りのワインセーラー、小さな中庭もあり、大変雰囲気がいいです。お店の名前にガーデンというのがあるように、このお店は自然の素材をモチーフとした西洋料理ベースの独創的な料理が楽しめます。一つ一つの料理は料理というよりもまるでアートのように綺麗に仕上げてあります。見た目ではなく料理としても大変非常に繊細な味わいで完成度が高いと思います。今動画に見えるようたくさんの賞を受け取っています。このオーナーの方は家具デザイナーからシェフに転身され、輝かしい賞を獲得されたシェフが織りなすガストロノミー系のフュージョン料理を提供しています。バンコクの他にはチェンマイが1号店としてオープンしています。店内は落ち着きのあるモノトーン調の家具が揃っており、間接照明をうまく使いながらアート性が表現されています。インテリアの一部としてリアルな木を使っていて、赤い小鳥が羽ばたくインスピレーションを示したり、コンセプトとなる自然が大切にされています。飲み物もたくさんの世界中のワインやスパークリングワインが揃っており、お酒を飲みながら楽しい会話ができると思います。ここのお店の特徴ですけれども、コース料理があるのみです。5コースか10コースから選ぶことができます。さらにはオプションがあり、私たちは今回和牛をオプションで追加しました。今動画に映っているのがメニューですけれども、一つ一つの料理には全て自然に関連する名前が付けられています。コース全体がまるで物語のようにストーリー性になっているのも大変興味深い点だと思います。今回はお店の雰囲気を味わってほしいので、私の解説ではなくお店の人が解説してくれた動画をそのまま出したいと思います。それでは早速お店の人のプレゼンテーションを見ながら料理を楽しんでみてください。シャンパンも美味しかったです。どうぞ。ครับนะครับSomething look like the green layer. Last one is we use a nut seaweed.
And the other side is below is with monocle.Then our chef to make with the steam. And then we roll up together with side is something look like the red color. That one is we use a pinky beetroot. And then below is we use some asparagus. And then we serve it together with the green sauce is we call the green pea puree. And also on top is we use some coriander seed.And also below this, we use the seasoned mushroom, it's called the simiji mushroom. And we serve it together with the salted goji sauce. And the other side is, inside the bamboo, is, we use the black jasmine rice, it's from the China. From China? China, very good. It's been black jasmine. Keep in cow. And also we serve it together with the barley risotto.We use the seasoned fruit for the pumpkin. And also we use the illegal flour. So you could put it to the seed. And then some jelly. Made from Greek yogurt. This is with orange and also lace cookie made from almond. And also the almond skin to be Yes. We have two flavors inside for each two. The one is chocolate, and the other one is tamarind. But and here, just only four. はい、いかがだったでしょうか。今回はコース料理の様子をお届けしました。今回一人ずつの予算がおよそ3,000バーツ、日本円でおよそ1万円ほどです。高いかもしれないですけれども、やはりこのような贅沢な時間は時々必要ではないでしょうか。この動画へのいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で。バイバイ。